パル姫の滝は長野県千野市にある滝。孫姫の滝とも書く。千野市指定文化財。パル姫の滝は千野市中心市街地の東、大泉さんの麓を流れる柳川に架かる。大泉さんの頂上からは富士山を望むことができ、その左手に八ヶ岳がそびえ、眼下に見えるのがタル姫の滝である。まず高さ、幅ともに9メートルで落水し、 水で向きを直角に変え、高さ3メートル、幅1メートルで落水する。長野県町村氏によると、その形は玉すだれをかけたようで、千千円と水が流れ落ち、その音はまるで風中のことのよう。春は藤の花にほととぎす、夏は農漁、秋は紅葉、冬は季節と四季を通して滝の景色が楽しめるとある。滝のすぐ下流には、 柳影橋や流れ橋がかかり、さらに、長野県道、山梨県道17号地の北ラサ崎線の、樽姫大橋が谷を一たぎする。滝のそばに樽姫神社があり、竹見中田神の子、樽姫神を祀っている。神社の面積は446坪で、創建の時期は不明だが、少なくとも750年前にはすでに存在していた、ことを示す文献がある。 地野市は1988年7月29日付で、タル姫の滝を名称として、地野市指定文化財に指定。現在、滝周辺をタル姫文学自然の里として、開放している。地元の中沢区、小作拓、多美地区は共同でタル姫文学自然の、里創造委員会を作り、整備や、祭事の運営を行っている。滝周辺には、松尾芭蕉他多くの歌人、 俳人による作品を刻んだいくつもの石碑が混流されており、自作の歌や俳句を投稿できるトーク箱も用意されている。たる姫文学自然の里のマスコットはたる姫ちゃんで、滝を背景にが滝壺に浮かんだ巻物に腰掛けるキャラクターの姿を描く。2014年度は里の10周年記念行事を催すこととしており、新たに地元の高校生がデザインした 美少女キャラクターの紫音をマスコットに起用している。くずい神社の池たる姫十二章、しし幕ばたる姫十二章は、たる姫神社周辺にある十二箇所のえりすぐりの継承地のことである。1902年の神社整備に合わせて選定されたのが始まりで、1906年に小平節人と坪井い交際が改めて選定した。たる姫十二章は以下の通り、 山戸最長の作と言われている仏像を安置している場所。町月団八ヶ岳から登る月を眺める場所。古東京神社から橋へ下る小道。柳影橋柳川に架かる橋で、その影が山川の水面に映ることに由来。古式は古事記が寝泊まりしていた古事記岩を由来とするホラーな四宿泊、樽姫の滝そのもの。寒魚丹。 タルヒメの滝の滝壺はじめ指定あずまや。滝に酒を捧げる、もしくは酒を酌み交わす場所。カラスハバボン山伏や天狗が頭に被っている黒い、頭巾に似た巨岩。ホタルビガイ柳川を舞うホタルを眺める場所。現在は農薬のためホタルは生息していない。望岳旧富士山や八ヶ岳などの山々が望める場所。 最初林村人が芝刈りに行く場所、ありがとうございます。